ZG3 は第二次世界大戦時にドイツ海軍が運用した駆逐艦である。元はギリシャ海軍のバッシレフス・ゲオールギオス級駆逐艦の一番艦、バシレフス・ゲオールギオスで露革後に収益させたものである。ZG3 に撃沈されたイギリス潜水艦、スプレンディット、駆逐艦バッシレフス・ゲオールギオス。バッシレフス・ゲオールギオスは1941年4月14日に 爆撃で損傷し、サラミス島で自陳した。ドイツはこれを修理して、1942年3月21日に、ZG3 として収益させた。8月22日には、ヘルメスと命名され、収益後は、地中海で、護衛や、機雷不設などに従事した。1942年11月16日、エアゲ海で、ギリシャ潜水艦、トリトンを探知。 国船艇 UJ2102 がトリトンを撃沈した。1943年4月21日、サレルノからポッツオーリエへ向かっていたヘルメスはカプリの南南西約3マイルで潜望鏡を発見。ソナーで目標を捉えて8時43分から9時24分まで爆雷攻撃を行った後、浮上したイギリス潜水艦スプレンディドを砲撃で沈めた。 1943年4月30日、イタリア海軍のナビガ通り9駆逐艦、レオーネ・パンカルド、ホルゴーレ9駆逐艦、ランポと共に、チュニジアへの兵員などの輸送中に、ボンミサキ沖で、連合軍の爆撃により大破。5月7日、チュニジアのラグレットで、兵塞船として沈められた。ありがとうございます。